僕はなんかいつも番組見てるんで、はい、なんか初めてな気がして。あ、本当ですか。今日はあの視聴者のヒロさんと一緒に、はい、羽吉界隈を一緒に街歩きしたいと思います。もう回ってるんですか。回ってますよ。春吉の地名の由来は、住吉神社の秋季大祭の時、市場に人が多く集まり、秋に実る穀物が踏まれてしまうため、春に収穫する麦のみを作るのがいいとされていたことにちなみます。ただしこの説を筑前の国祖父土記にて紹介した貝原駅賢自身は俗説だとしています。かつては中川郡住吉村の一部であった春吉は、1602年慶長7年に中川郡春吉村となりました。当初は民家はなく、博多に住む農民の田畑があり、1639年寛永16年頃、福岡藩主黒田忠幸によって足軽の宅地とされました。1889年明治22年に住吉村と合併して、住吉村大字春吉となり、1922年、大正11年に住吉町が福岡市に編入され、春吉も福岡市の一部となりました。昭和20年の福岡大空襲では罹災せず、戦後昭和41年に町会町名整理により、一部が渡辺通りや西中洲に分割され、残ったエリアが春吉1丁目から3丁目となりました。ここが寺町通りですね。大きなお寺が3つありますね。なんかこの酒屋も古いらしい。うん、すごいでしょ。確かに。これずっと廃墟なんですよ。ずっとこの一等地に。でもこの作りだから多分昭和40年代とかじゃないですか。もったいないですよね。なんか一等地で中に入りたい。すごい。これめちゃくちゃ興味あるんですけど、全部立ち入り禁止になってるんで。いや多分ね、普通に歩いてると気がつかないところに何かとんでもないものがあったりとかで、電信柱も全部旧地名が入ってるんで、古地図とか見ながらよく歩くんですよ。古地図ですか。そうそう、昔の地名が入ってるんで、うん、全部電信柱には必ず残ってるんですよ。結構残ってるんですよ。うん、本当に、うん、昔は中洲よりも清川が栄えてましたからね。そう、この公園でよく遊んでたんですよ。ただ、あの露出間とかの変なおっさんが店に来るんですよ。なんか、いや昔よくあったコート着てどうだみたいな、なんかそんなおっさんによく、うん、会いよった。今なんか平和ですね。確かに。うん、で、未だに謎なのが、ええ、あの落書きってどうやって書いたのかなみたいな。本当ですね。あの、不思議じゃないですか。確かに。このね、ゲーセンで小学校の時は遊びよった。インベーダーが流行ったけど。そう。3階にね、なんかゲーセンがあって、
でも5時過ぎると先生が歩道に来るんですよ。警察とか、それにいつも捕まってましたね。うん、古いよね、先生とかね。古い。しかなんか、入ってる。こんなビルとかなかったの。これ大英だった。アパホテルは大英の跡地。私の頃あったよ、大賀薬局が入ってった。もともとあそこに三角市場が、あそこ三角の土地なんですよ、地図で見たら。で、今もうちょっと役員寄りに移転しましたけど、そう、三角の地帯にあったから三角市場、昭和の頃の闇市みたいな、まあ、大体市場って闇市からの始まりが多いです、よくほら、岩田屋とかシーモールの屋上とかでね、子供とあの親御さん集めて、ほらみんな今からリカちゃんのショーやるよとか言って、そういうお姉さんやってたんですよ、中に入ってないですよ、司会のお姉さん、司会の、はい、あられちゃんとか、なんか当時流行ったキャラクター、なんかいろいろやってました、大したもんですね。喋るのはね、好きです。食べながらじゃおしゃべりしましょう。いただきます。まあ、水商売でクラブでチーママとかもやってたし、まあ、自分でスナックやったりバーやったりもしたんで、でもお酒飲めない、飲まずに。それでよくやれます、ね、やれる、喋れるから。だって飲まずにさ、酔っ払いのおっさん相手にしますからね。いやー、それは大変ですね。まあ慣れれば保育園みたいなもんですからね。どうですか、大変って言いますよね。まあ、起点も聞かないとダメだし、やっぱお話もその人に合わせてね、しないといけないしね。私が行ったのはクラブだったんで、結構厳しかったです。新聞もたくさん読まされたし、でみんな語学もできたから、まあ、そこそこ厳しいお店に。多分中洲では有名でした。知ってます中洲。クラブ、ロイヤルボックスにいました。堂々ママのじゃんけんの、そう、はいはい、その時バブルの頃にいたんで、まあお姉さんたちからいろいろ学びながら、だから一番学べた時代かな、自分が一番若かったし、いい時代を生きました、厳しくも。今でもなんかそうクラブやってくれといます。だからお店するからママしないかとか、それはよくありますけど、もう多分そこまですると自分の時間が今だと厳しいかも。いつ寝ようってなりますよ。でも多分水商売は合ってるんで、まあ例えば子供がもう成人してね、いなくなったりしたら、まあやってもいいかなぐらいは思う。田舎で、なんか田舎の方が向いてるかも。なんか都会より田舎面白いじゃないですか。まあ田舎、だってほら中洲だと高いと月に 1,2 回しか来れなくても、田舎だと安いから ね、週に何回も来てもらえるじゃないですか。ただ計算すればそっちの方が良くないですか。そっちの方がいいでしょ。いいかもしれないです ね、みんな寝先にね、来ておしゃべりバーっとして帰ればいいね。毎日行く人もいますもんね。いるいる、やっぱりほら喋りたいんですよ。いや聞いてほしいんですよ、聞きますよ、そんぐらい何でも。もうだから多分合ってます、まあゆくゆくね、年取ったらまあいいかな、やっても。でもね、やっぱりずっといくつになってもやっぱ外に出て喋ってたらボケないかなと思う、それはありますね、やっぱり引きこもっていいことないし、やっぱボケても多分自分分かんないでしょ、ボケたら、自分自身がね、僕それ嫌だから、なんかね、子供から認知なんだからとか言われるのもね、まあ、実際今自分が親とか認知で見てるから、やっぱりなんかこうリアルに感じる。あれ、あれ別になんかあれ見ててもなんかこうそんなにおかしい。いやだけどね、やっぱ同じことの繰り返しなんですよね。とにかくもう鍵を閉めたかもすぐ忘れるし、やっぱ それを対応するの結構大変。おいくつなんですか。77。若いよ。で、もともとね、中洲とかでもお店やってたし、バリバリ働いてたのに、辞めてから突然来ました。
あ、やめて。やめて、やっぱり自分の居場所がないから。あ、でも本人がやめるって言ってやめたんで、しょうがないんですけど、やっぱりね、だから思った。働けるまで、やっぱ働いてないとダメですね。うん。なんか楽させてやろうと思って、なんかこう、うん、家で休んで、っていうのもあんまり良くないですね。そう、やっぱりね、外に出てみんなと話したりとか、うんうん、いろんなとこ連れて行ったりとか、うんうん、やっぱ常に刺激がないと、うんうん、認知になりますよ。で、最近はほら、若い引きこもりもいるんで、若年アルツハイマー、その人もいる。いる、それ親が面倒見るんですよ。40代とかの息子とかを、たまんないですね、親も、うん、親からいけないでしょ、子供残してとか考えますよね。やっぱ情報も入らない、喋る人もいないし、家にずっとこもってたらそうなるんじゃないですか。なるほど、うん、そう、だからもうやっぱ外に出て歩いて太陽浴びてって、そんな暮らしがいいですよ。人が本当にいない。でもこれだから安くていいのにね。昔はね、みんな2階に住んでたの。そう。ここのね、2階を見せてもらったの。あ、オーナーさんがいる。ちょっと待って。ご挨拶してくれ。こんにちは。こんにちは。今日撮影してるんです。あ、ほんと。こんにちは。またよろしくお願いします。はい、あそこの2階を見せてもらったんですよ。うん、みんな上に住んどったという。これよく見たらお家だ。昔の家もあって、でもそうよ、食堂で。こっち行きましょうか、うん、同級生とかね、結構お店やってたんですけどね、やっぱあと継がない人もいる。大根高いね、今300円って高いね。昔野菜とか全部98円とかやったのに。うん、みんな商売やっとった親が、うん、そう、あと継いだけど結局やっていけんくったとか、そんなは多い、うん、いや、市場大変よね、今ね。そうですよね、うん、そうだって、木枠よ、うん、バラが人住んでるっぽいですね。住んでる住んでる、うん、あっちは綺麗にしてるけど、うん、で、学校の校舎もここじゃなくて向こうにあったけど、こっちになんか移動したし、だからちょっと変わった子供とかいっぱい学校来とったもん。変わった子供、あの親が訳ありみたいなまあ地区が地区だけどね、うん、多分幼稚園の跡が残ってる。ほら、看板が残ってるし。残してるんですね、これ。たまたま。え、ここも幼稚園の時の壁。ああ。うん。すごいね、マンション、本当に。この辺だと、でも、ワンルームとかでも、6万ぐらいはするね。アクセスいいから。ああ。車いらない。そうですよね。うん。駐車場は高いよ。それまで入れたら多分8万とかさ、うん、だけど家政婦に来たらそれで多分 3LDK ぐらい住める。そうなんですそう、それでも狭いのより広い方がいいな、ゆっくり住みたい。足があれば別にちょっと引っ込んでもいいもんね。でもほら、街中で働く人はそうはいかないから、あ、この辺、うん、潰れてそのまんま。
ほら会員制って書いてある。会員制は全部そう。うん。ここは昔に大人のおもちゃ屋やったの。これ小学生の時に。そうですか。建物まだあるけど、いや不思議やったの。子供ながらに。どんなおもちゃあると。そう分かるけど、もう小学校だって4年とかよ。親に聞いたよ、でも教えてくれなかったけど。うん。うん、おかしいこと言いなさいなって言われる。